おはようございます。おじさんです。すみません、ゴミ置き竹内場の裏にやってきました。海は今満潮時かな、満潮時かな、こんな感じです。海は満潮時、こんな感じです。船も止まってます。橋、山、島、山じゃん、島じゃん、島もこんな感じです。これが柿内場の裏です。こんな感じで結構そろ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 通りますね。こんな感じです。裏は柿内場裏。ああ、後ろ誰かおるん、作業しちゃうんだね。知らんかった。まあ、こんな感じなんですよ。柿内場の裏というのは。まあ、動画時間も短いんですが、とりあえず皆さんに。こんな感じですよー。いうか、これ、チェーンで柿、バーっとあげるんでしょうね。上に。広島でもこういうのがあります。ここはまあ、岡山の皆さん、珍しいって言ったら、あれなんで、一斉にあるの珍しいですね。広島は、小屋ごという感じであちこちあるんですけど、ここはみんなが共同みたいなんで、あの辺はちょっと珍しいですよ。こんな感じです。あ、船が走るよる。あ、今船がじーっと走るよる。こんな感じでじーっと静かな船の音。穏やかな海ですね。釣りをされる人もいますね。ちらっとこんな感じ。お船が今ちょうど走ります。まあこんな感じの避難所、ゴミの市周辺です。まあ皆さんまたドライブがてらに遊びに来てあげてください。いろいろとあります。まあちょっと今夏場なんで、でもまあ魚は美味しい時期になりますんで、寄ってあげてみてください。こういう感じです。古い港なんで、この日那須港も。感じ。遊覧船なんかな？それとも島へのあれなんかな？まあ、こんな感じで、まあ、一番にこれが動きおるのをまた冬場にでもお取りして、皆さんにお見せします。これが稼働しおるところから、だだだだだだと言って頼んで取らせてもらいます。誰か知り合いの。柿屋さんに言ってお願いしていますんで、またお楽しみにしておいてください。ご乗車ありがとうございました。ご乗車ありがとうございました。チャンネル登録等もすいませんが、よろしくお願いします。おじさんからでした。切りまーす。